さあ行こう。いやー負けるね今日は。とことん負けるわ。さあ行こう。さあ悔しい思いをこの試合にぶつけるぞ。全部気合だ気合だ気合だ。いくぞ。ここ好き。ここ始まるの好きだわ。うまくいかんの。基本的にはあれなんだよな。ここ取ったらもうないんだよな。詰めるしかないね。What's what?反射神経の鬼。へえ、今のかっこよくね。違うか。ジジイ、今の反射神経は22歳の反射神経じゃないっすよね。オーケー。上にいるな。やべえ、ミスった。マジかー。資材がないぞ。この辺にまだ落ちてんだよな。回復してる。うわっ、やだ。ヘイ、うわ、やばくね俺のタクティカルショットガンの精度。これマジでやばいわ。もうパワープロ君のロックオンですわこれ。やばくね今のマジで。バツジャンプでエイムしてるような人じゃないでしょこれ。完璧すぎ。オーケー。さあ今5人か。そんなにやれてないな。お、新しく入ったか。今いるね上に。あーもう吐いた。はい、資材がね相変わらずないっすよね。そこを言うとこっすよね。まあタワー入ったらちょっと厳しいっすよね。今までずっとプレスタイル的には自分で集めてたんですよね。
それで時間稼ぎして、まあ残りの10人ぐらいを一気に自分でやるみたいな。まあ結果的には開幕キルしようが何しようが、まあ開幕で生きがるか、後から生きがるかみたいな。結構なんかその僕の立ち回りだと最後に一気にガーって集中して的にやるんで面白いんですよね。うん。最近はちょっとプレイスタイル変えてガツガツ行くようになったんですけど、またねそのガツガツ行くのがね、やっぱ序盤に行って後からイモるみたいな、あんまり資材がないから詰めらんないっていうパターンが多いですよね。どちらかといえばどっちもできればいいんですけど、まだねちょっと難しい。でスカーフコントローラーをね、プレゼント企画に回すんで、明日金曜日だから明後日の動画になるんで、さで参加条件なんですけど、まあ動画のコメントのコメント、これで終わり。嫌な、おお、なんだ、おお、おお、マイクです、おお、マイクです。やっほー！やめて！お願い！ここで知りたくない！ハリー！おお、マイクです。ですね。おお、やばすぎる。はい、じゃいます。はい、じゃいます。もうちょくりやがって。へい。なんだこれ。お？マイグネス。おーマイグネス。結構有利、ああ俺のとこ取ってんだ。あどこ行った。オーマイグネス。ラスト。惜しい。勝てば17キルか。惜しかったな。あと3キルだったか。マイグネス GG 17キロ初見さん、皆さんチャンネル登録よろしく。 GG オンマイグネス。